2回市に続いて、世耕市まで、自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で和歌山県内政界に大きな影響力を持つ世耕広重参院議員イコール5期目イコールに4日離党勧告処分が下り自民党県連が揺れている一連の裏金事件の政治責任を取って2回敏弘衆院議員イコール和歌山3区13期目イコールが10日前に 期衆院選不出馬を表明したばかりで衆参の実力者が相次いで表舞台から去る事態に県連関係者は危機感を募らせている一方県内では事件に対する世耕氏のこれまでの対応への批判の声も上がっている世耕氏は1998年の参院補選で初当選その後内閣官房副長官や経済産業省を 経験し2019年9月にには参院幹事長に就任政府与党の要職を歴任して当重鎮の立場を築いてきただが裏金問題を受けて23年12月に参院幹事長を辞任この日処分を受けて離党届を提出した県連幹部は県連がた 機能不全に陥りかねないと今回の処分が及ぼす、す影響を危惧する。ある自民県議は世耕さんは安倍・晋三さんの側近として対局的に県を見てくれていたいつまでも二階先生にだけ頼るわけにはいかないという話もあり次は世耕さんに頑張ってもらおうというところだったと残念だった。 山下直哉県連幹事長は二階さんも世耕さんも和歌山にとって大きな存在感があった国民の政治不信は大きく県連としても改めて信頼を得られるように謙虚に取り組んでいかなければいけないと話す今回の重い処分の背景には二階氏と世耕氏の圧力があるとの見方もある衆院く替えをにらむ世耕氏と二階氏は地盤が重なり 次期衆院選で適用される10増10減に伴う区割り変更後の新肉をめぐって水面下で綱引きが続いてきた二階さんの凄腕寝技にしてやられた格好だと唇を噛むのは是公氏に近いベテラン権議当初は党の8段階の処分のうち4番目の重さの選挙における非公認にとどまると考えていたというが二階さんの不出馬表明で 安倍派幹部にも重い処分をという空気に変わったと話す二階医師に処分は下されず二階さんに政局における嗅覚の差を見せつけられてしまったと肩を落とす一方二階医師に近い県議は世耕さんが党を離れることになり新2区の候補者選びを一気に進められると語る党籍を失う世耕氏は二階氏の後継選びで 表立って影響力を行使できなくなり、厳しい処分を受けたことで、鞍替えの動きも難しくなったと見ているからだ。来年に世耕氏が改選を迎える。参院選についても、党が公認候補を出さなければ、世間から処分は片だけと見られてしまうと指摘し、県連内から対抗培養率の声が上がる可能性も示唆した。漁師をめぐって周囲が争う状況には苦言を呈する。 声もある県幹部は国への要望で今後頼りにする人がいなくなる県のことを思えば県連内で権力争いをしている場合ではないはずだと気をもむ争いから距離を置くベテラン県議も根本的に合わない2人だったが不幸なことに争いが表面化してしまったと指摘する説明なく納得いかず有権者ら厳しい声 一方県内の有権者や野党からは世耕氏に対して厳しい声が上がった立憲民主党県連代表の山本忠介和歌山市議は裏金の死とも分かっていないままで納得の得られるものではない世耕さんがそのうち自民党に戻ることも考えられ今回の処分で一連の問題の責任を取ったとはならないと指摘した日本維新の会県総支部幹事長の裏 平良弘県議も何が問題だったのかなんだ説明していない。秘書のせいにしていたが誰が雇ったのか。国民は納得いかないだろうと批判。新二区に候補者の擁立を決めている共産党のカスモ県委員長は、新一区でも参院選でも候補者の擁立を進め、自民党政治と戦わなければならないと話す。田辺市の60代の自営業男性は、 真実を何も語っていないのに、立党処分で許されたわけではない。保身が第一で、県民や国民を馬鹿にしている。説明できないなら議員辞職をすべきだと語気を強めた。新宮氏の家門正吾さんは、政治力学が関わっていることなので、それまでの対応の仕方や、処分の掲重は一概にどうこう言えないとし。施工氏、二階医師の功績は、 認めるが新しい風を吹かせる政治家が出てくることを祈りたいと語った以下はネットユーザーの反応をまとめたものですいい加減地方において業界団体が利権目当てに有力政治家にぶら下がる図式は改めたらどうか重鎮とか大物とか称する政治家が国家予算の執行で自らの力をアピールする一方 日本全体の成長や発展を歪めてきたことに、そろそろ地方の選挙民も気づくべきだろう。処分がとても軽いと思います。でも、我々の厳しい一般社会とは違う甘い政治の世界だからある意味仕方がない。こんなことでああだこうだと議論していても政治が空転するだけだから、そんなことよりもいろいろなことを先に進めていきましょう。 我々の意見を見せつけるは次期選挙の投票行動で意思表示をすることです激震は走らないだろう走っても一部の関係者の間だけだ和歌山は中選挙区の時代から政治家を選ぶ選挙区ではなく政治家を選ぶ選挙区だと言われてきたつまり陣佐大駅氏を当選させて地元へ利益利権を誘導する 二階氏がその代表例であったが、有権者もそういった政治家を当選させるのは考え直すべき。利益誘導型の議員じゃないと地方は厳しい。それ落ちていく自民党。世耕氏ではなく他の新人自民党員が立候補したなら自民党に議席維持のチャンスがありそう。 他の野党では、地元への還元が慣れてしまった地方では物足りない。今まで政治を任せっきりで興味がなかった層が、立ち上がり、投票率が上がるかどうかが全てを決めると思う。結局、政治に、クリーンさを優先し、誇らしさを求めるか、それとも、地元さえ潤うなら、汚れた政治でもいいという政治家を求めるのか、どちらを選ぶかは、有権者次第ですね。 そうは言うものの、一番現実味があるストーリーは、世耕氏が無所属で選挙に勝ち、数年後に自民党に復帰ということだと思いますけどね。自力で選挙に勝った、イコールそぎは済んだという見方は十分に可能ですし、今までもそうやって自民党に復帰した議員は多い。有権者はこれを許せないと思えば、世耕氏の対立候補を勝たせなければいけませんが、 それもなかなかか難しいいと思います。ってことは和歌山県がこんな正解のドンをいつまでも頼って当選させてたんだな世耕も初めはすごい良いことを言ってくれていた老人介護施設は介護度が上がると補助金も上がるだから薬漬けで歩けなくしたりケアマネに介護度を上げてもらっていた現状位までもそうだろうけど世耕は介護度が良くなったら 補助金を上げるべきだと言っててくれていた親身になって接して厳しいことも言うし体を動かそうとしていた施設の社長は喜んでいたそこの施設は介護度が良くなる人が多かったからそれが偉くなるとこんなだよ他の人たちみたいに批判的ではないんだがいい加減こんな政治不信にさせるようなことを軽い処分で済ますのはやめた方がいい 不祥事を起こしたら、それがたとえ些細なことであろうと、辞任して2期くらいは出馬できないようにするとか、自民党でも優秀な方々はたくさんいるし、野党に政権運営できる能力がないと思っている。ならば、ふさわしくない議員は辞めさせて、新しい議員を受け入れるべきであり、協託金も誰でも真剣ならば出馬できる金額にするべきだと思うそして 衆議院も任期全うできるようにしないと常に選挙ばかり考える議員が多すぎる。腰を添えて政策を実現できる議員を増やし透明性を作り選挙にて投票率を上げていくべき。